アンドレイ・ヤヌアリエビチ・ビシンスキー1954年11月22日はソビエト連邦の政治家、法律家、外交官。ヨシフ・スターリンの時代に第四代外務大臣を務めた。1883年12月10日にロシア帝国のオデッサにてポーランド人の家族に誕生する。キエフ大学を卒業する。1902年にロシア社会民主労働党に入党する。 ビシンスキーは当初、メンシェビキに所属するが、10月革命後の1920年に、ロシア共産党に入党した。検事の傍ら、モスクワ大学で、刑事訴訟法を教え、同大学教授、学長を務めた。1933年に、検事総長代理となり、1935年に、検事総長、司法人民委員代理を歴任する。 ヨシフ・スターリン時代での大粛清の処位、モスクワ裁判において、ビシンスキーは検察官として、ジノビエフ、ブハーリン等を厳しく追求し、法廷で罪状を自白させた。ビシンスキー自身、かつてメンシェビキに属していたという過去から、常に、を引いては地上から抹殺されるという脅迫観念に、さらされていたと考えられる。そのためスターリンに忠勤を励み、法廷では被告すなわち、 スターリンのライバルたちを罵倒し、論国では霊国に銃殺を求めた。法理論と訴訟手続きにおいて、刑法は階級闘争の手段である、自白は全ての証拠を上回る、いわば女王であるという原則を打ち立てた。すなわち自白を求めて、肉体的、精神的な拷問が繰り広げられ、内務人民委員部をはじめとするソ連の政治警察に、 拷問を繰り返させることによって、法廷での有罪をあらかじめ認めさせるに至った。ブカレストにて1937年から1941年に、ソ連科学アカデミー国家法研究所長として、社会主義国家法の最大強化路線に基づき上記のような刑事訴訟法の理論的基礎を形成し、ソビエト連邦の法律学は、競技的色彩が濃いものとなった。 1947年にはソビエト法における裁判証拠の理論によってスターリン賞を受賞している。ビシンスキーはゲ原フ不ゴーダやニコライ・エジョフをはじめとする大粛清の執行者たちがスターリンによって自身も粛清の対象となった中にあっても生き残った。1939年から1944年には副首相となり第二次世界大戦後は 国際政治に活躍の場を移した。1940年に外務人民委員代理、1949年に外務大臣、そして国際連合ソビエト連邦主席代表を歴任し、冷戦時代のソビエト連邦の外交を推進した。1948年に国際連合総会が世界人権宣言を採択した際には、同宣言を嘲笑してやまなかった。 1954年11月22日に死去した。70歳であった。死後は法学におけるスターリン批判の対象となった。ありがとうございます。